公使館というより要塞だな。ああ、アメリカの勢いが弱まった今、イギリスの力を見せつけようって腹だろ。あれが完成したら厄介だ。動きづらくなる。クセか。待ちわびたぞ山形。伊藤もよく来たな。松陰先生のことは無念の極み。しかしこの山形有朋が必ずや先生のご意志を果たしましょう。うっす、高杉さん、ご無沙汰してます。伊藤、お前の出番だぞ。ちょっと手荒なことをやるんでな。っていうと、あの建物を派手にとか。ああ、赤鬼退治の次は偉人狩りだ。奴らが持ち込んだコロリごと焼き尽くすさ。上位の呪しを上げてやる。しかし朝廷に言われるままに京都へ出向かれるなど。いい機会だろ。京都は朝廷を担いで幕府を倒そうって奴らの本丸だ。こちらから乗り込んで蹴りをつける。なーに、手ぶらで行こうってわけじゃない。片森殿。は。京都守護職として露払いを頼む。公部署は多士済々だ。好きなものを連れて行け。恐れながら、身分や来歴を問わず腕に覚えあるものを広く募り、京の治安に当てたく存じます。バカな、上様を狙う不届き者が集まるだけだ。その場合はまとめて撃つ好機になりましょう。お前に任せる。御意。ではこれにて。憲法にしてはやるの。もう十分でしょう。総司、お前も来ていたか。良いものを見せてもらった。天然理心流の沖田総司です。同じく天然理心流の近藤勇、土方歳三だ。その腕前、ぜひとも浪士組で役立ててくれ。京都での将軍警護を目的として組織された浪士組は、並み居る猛者を大使に加え、将軍に先行して江戸を出立した。同じ頃、江戸市中に潜んでいた倒幕派もまた幕府を出し抜こうと京都を目指していた。そうは言ってもお侍さんよ。ここを抜くわけにはいかねえな。そんな法外な銭を渡せるか。我ら長州の者は天下のため京へ急いでおる。通せ。んなこと関係あるかい。このエジリスクを通りたきゃ払うもんを払ってもらわんとの。おとなしく大事はいいのだ。わしらが手を組めば侍なんぞ物の数じゃないわい。
No。 これから上様がここを通られるとか、かなり稼げそうですね。ここは私が…おまんもなかなか飲める口じゃんの。今度は飲み比べで勝負といくか。おうよ。なあ、いいじゃないか、いいじゃないか。困ったお人ですね。あら、いい飲みっぷりですか。お前も遠慮せず飲め飲め。うまいな。おい、上位派のくせに博士は飲むのか。こいつは話が別だ。なあ、乾杯。勝ちようだ。乾杯。ご清聴ありがとう。いいぞ。俺が景気のいいやつにちょっと頼みますよ。エジリ宿で随分と足踏みしたようですね。ああ、そう焦りなさんな。心配しなくても老子組は近々京へ到着するぜ。しかしどうするかな。老子組は幕府を内側から食い破るための駒でしょ。まあな。だが思ったより腕の立つ奴らが集まってね。この力どう使うかいろいろと考え始めたところさ。要するにお前らの出方次第ってことだ。色よい返事待ってるぜ。この国に残る文化は愛すべきものだ。だが人も全て愛せるわけではないな。悲しいことだが。先行した老子組などの働きの甲斐あって将軍徳川慶喜は京都に無事到着した。しかし様々な目的を持った浪人たちが押し寄せる京都では騒乱の火種がくすぶっていた。中岡、はるばるご苦労だった。いよいよ倒幕の時が来たの、草加。うん、共に戦えるなんて嬉しいぜよ。なあ、長州軍は山手に潜ませて歩き、お偉方を説得して大軍を連れてきたぜよ。騎兵隊も加われば恐るるに足らずだな。おおよ。草加、大船に乗った気でいておっちょくれ。あいつらおまさんの号令を待ちわびとる。いつでも出れるぜよ。ああ。桂さんが見えんの。池田屋で新選組に襲われてな。なんとか逃げ延びたが。行方はまだ分からんのだ。そうか。けんどおまさんの腹は決まっとるんじゃな。ああ、長州軍が来てくれた機を逃したくない。私が松陰先生の理想を実現する。土佐から逃れたわしをおまさんと長州は受け入れてくれた。今こそその恩を返す時じゃ。
以前のいざこざは水に流し、共に長州と戦ってくれないか。京に不慣れな我ら薩摩者がお役に立てるとは思えませぬが。そんなことはないぞ。先代の成明公は先見の明があった。こんな時のためにイギリスと取引し、最新の武器を手にしていたな。それに成明公は幕府にしきたりを改めるよう求めていた。真に幕府を思う忠義者の鏡よ。この俺と薩摩が強く結ばれれば、先君の意志を実現できるだろう。なあ、あんたもそう思わねえか。に死にたがるのでしょうか。待つ者の気持ちなんて考えもしないで。賢髄が大きな理想を追ったのは皆のためじゃ。この日本を新しゅうするために。私にはどうしても分かりません。平和な世を作るために戦をするなんて。戦乱の中でこそ我らは求められるのだ。我らがずっと望んできた世だろう。長州の残党ども逃げられはせんぞ。おまんらもうええだろ。戦は終わったんじゃ。残りの奴らを追い詰めた。来い。止めに行くぜよ。もう殺し合いはたくさんじゃ。草加玄瑞の自陣により禁門の変は終結し、敗北した長州藩は朝敵となった。戦いは終わったが、その最中に放たれた火は一夜明けても京都の空を焦がし続けていた。